ミレッラフレーニミレッラフレーニはイタリアのオペラ歌手。若々しい声質と優れた演技力で高い評価を受けていた。彼女のレパートリーは約40ほどの役柄からなり、主にベルディとプッチーニを中心にしているが、チャイコフスキーのエフゲニー・オネーギンのタチアーナも含む。小沢聖二は若い頃、ウィーンでオペラの練習のピアノ弾きをしており、ミレッラ フレーニとブルガリアのバス歌手、ニコライ・ギャウロフの練習の伴奏も担当していた。その後フレーニはニコライと結婚し、二人はしばしば舞台及びレコード録音で共演している。フレーニはイタリアのモデナで労働者階級の家庭に生まれた。彼女の母親はルチアーノ・パバロッティの母親と同じタバコ工場で働いており、同じウバの父で育ったという。 彼女は音楽的才能に恵まれ、10歳でラジオ局の主催したコンクールである晴れた日にお歌い優勝した。しかし著名なテノール歌手、ベニャミー・のジーリはこのまま歌手として歌い続けると相番の喉を痛める危険性があると警告し、もう少し年を取るまで歌うのを中止した方が良いと助言した。彼女はこれに従い、17歳までステージで歌わなかった。 1955年、19歳のフレーニは、モデナの劇場で、カルメンのミカエラ役で、オペラの初舞台を踏んだ。これをきっかけに、様々な役柄の出演要請を受けたが、彼女はキャリアを中断して、声楽教師、レオーネ・マジエラと結婚し、子供を育てる道を選んだ。1958年、フレーニは、トリノのテアトロ・レッジオで行われた声楽コンクールで、 耳を歌って優勝し、演奏活動に復帰した。彼女は1959年から1960年シーズンをネーデルランドオペラで過ごした。フレーニーの名が世界的に知られるようになったのはグラインドボーン音楽祭でフランコ・ゼフィレッリの演出による愛の名役でアディーナを歌ったことで、彼女は続く1960年から1962年にかけてのシーズンに、 同地で、スザンナとチェルリーナを演じた。1961年には、ファルスタッフのナネッタ役で、ロイヤルオペラハウスに初出演。1963年には、ゼッフィレ・リ演出、カラヤン式のラボ・エームで、ミラノス・カラザデビューを果たした。これをきっかけに、フレーニはカラヤンに気に入られ、以後多くのオペラや演奏会で共演を重ねた。百六十五年には、やはり、 ミミ役でメトロポリタン歌劇場デビューを飾った。1970年代になり、彼女はより重い声質の役柄、特にベルディのドンカルロのエリザベッタやオテロのデズデモナ、シモンゴッカネグラのアメリアなどを歌うようになった。1981年、フレーニは戦後最大級のバス歌手の一人とされるニコライ、ギャウロフと再婚した。1990年、 フレーニは回想録、我が愛しき劇場を書いた。同年、イタリア共和国大十字記師匠を受け、1993年3月には、フランス政府から、レジオンドヌール勲章を受賞した。フレーニは1990年代にレパートリーを拡大し続け、ミラノとパリ、ニューヨークで、チレアのアドリアーナ・ルクブルールの主役、ミラノでジョルダーノのフェドーラを演じた。 1998年にはカターニアでジョルダーノのマダム・サンジェーヌに出演した。2020年2月9日、モデナの自宅で死去。84歳没。ありがとうございます。